レコーディングに臨む時にやっぱりグリーンさんのメンバー役なので本家のグリーンさんに歌声を寄せなきゃいけないじゃないですかだから多分相当4人練習したと思います僕もナビさんの、あのー、ガイドボーカルをずっと聴いて2ヶ月間ぐらい練習して、はい、あのレコーディングに臨んででもその苦労があったからパフォーマンスシーンはすごい楽しかったです ジーンさんのアドバイスは気持ちを込めてとかあのすごいパッションなパッ,ョンパッションパッションパッションって感じですエネルギッシュにみたいなあの多分細かいことは言わない人なので多分もうその自分の,その気持ちを込めてとかそういうことを言ってくれるのでただ細かいことは言わないけど。 見守ってくれるから、なんかすごく心強いというか、うこれ、矢印がありますけど、これ、そこにいるのは、あ,あ僕で本当ですね、すねこんなシーン、なかったですよね、これ多分、分あのグリーンボーイズのライブシーンの撮影の時ですかね、そうですね。であの僕多分この前に ククランアップっていうか撮影を終えたんですよ。終ってたそうですごく暇だったのでグリーンボーイズのライブを見ようと思ってノリで参加したんですよね。で、なら失敗しろって思いながら誰かとちんねえかなとかって思いながら冷やかしてる最中の映像です。すいません これ完璧に煽りまくってますよね、一番そうですねいいエキストラになりました、一番いいこれ横浜さん、映ってないけど、見えるわけですよね僕も分かってましたよ、やっぱライブシーン、何度もテイク重ねて、自分たちも疲れが出てくるときに奥野さんがやってくれたんで、僕としてはすごくありがたいというか、なんかまたさらに気持ちが盛り上がって、でもごめんね、失敗しろと思ってた、すみませんでした。いいい 完全にこれ見ると泣かしちゃってる感じがすごい,い,い。そうではないんですけどね,ね。しますけど、このシーンのことはどうですか、はい、あの湯川さんも。シーンね、うん、そうですね。復讐シーンって大変だもんね。大変ですね。うん、まあ僕はあのー、あんま感情性が豊かじゃないんで、<laughs> そうですか。はい <laughs>。なんかね涙を流すっていうのが難しいんですよね。うんうん、感情性豊かな人を見ると。 ああ羨ましいなあと思ったりとかま <laughs> まあ、まあこそれを置いといて <laughs> あの、まあ、ここはまあこの絵だけを見ると野間口さんが僕を流しているように見えるんですけど、はいはい、まあ本当は違うんでいろんな思いが通るにはあって、うん、そこで大丈夫かつってこれ優しいところですよ、野間口さんね。うんうん <laughs> これ優しいですよね。うん、あの上辺ね。上辺の。上辺。心の中では。まあ、泣くなよ。泣くなよ。笑ってる。<laughs> そういうシーンです。そうですね。ね。